その顔に
知り見てる逆さまの世界間違えてばかりで僕は一人で歩けないきっとやつれてる僕の名言で気絶してちょっとだけ怖いんだ君に見せる素顔だから君にそばでいてほしい大丈夫だってスペクタクルだってメガネ君
自分で作ったんです。全部自分、全部のトラックの全てを自分でやったんですね、これ、なんかだんだんシンセサイザーの使い方が分かってきて、タクログのそれでちょっと気持ちが高揚して作った曲たちなんですね、でまあそういう形なんですけど、これが出て2009年の12月、ほんとんど12月の末だったんですよ。ワンマンライブやって、もう俺ね、その時は3時間のライブでして、演劇をやって、歌をカラオケとなんかダンスでやって、その後にバンドやったっていうライブなんですけどね。あれをやっちゃったんで、その次、それ以上のことが今思い浮かばなくて、なかなかできてないんですけど。で、ちょっと今年はもう1枚、1枚、2枚出そうかなと思っておりますけど。はい。で、あ、そうか、1曲抜いたんだ。そう。先ほど何かおっしゃってた、スマイルという曲について歌いたいと思うんですけども。はい。なんか先ほどもちょっと栄光のストライカーで触れましたけど、なんていうんですかね。まあ、自分が一生懸命いいことというか、誠実にやっててもきっと周りに誰もいなかったり、それが誰も見てくれないだろうとかと思っちゃう時もあると思うんですけど、私はきっと誰かを見てると思ってるし、そういうもし仮に誰も見ていないにしても、その佇まいとか姿勢とかっていうのはきっとその人のなんというか外見とかオーラとかに出てくると思うんですね、苦しい場面とかですね、笑顔でいる人がきっと多分私はいい人なんだと思ってます。そんな歌です。スマイル聴いてください。君は弱くない、血が張ってない、ただ少し繊細なだけ、誰も気づかない痛みをほんの少し拾ってしまう、それは優しい君の印、君を苦しめる思い出は、君が見つめてる世界への少し重い扉、だから涙拭いて、冷めた視線が君を拒んだとしても、憧れは君を離さない、僕は知ってる、諦めない、間違ってない。君は弱くない、かっこ悪くない。ただ少し繊細なだけ。誰も気づかない癒しい言葉を受け取ってしまう。それは優しい。ただそれに気づかないだけ、君が描いてる温かい思いは伝わってる、君が感じるより痛い時ほど笑顔を絶やさない、君に思い扉。
ありがとうございます。古い曲なんです、今歌ってる曲の中で。あの東京にいた時に世田谷通りの近くを通ってましてね、渋谷にバスに行くとすごく時に思った曲なんですけど、同じなんかあれですね、バスに素敵な人が毎日乗ってたら、その日だろ、その時は乗ってないんです、そんな人、素敵な人もいないんですけれども、素敵な人が乗っていたらどんなにバスが楽しいかと思って作った曲です。で、夕方ぐらいのバスをイメージして3時25分という曲にしました。よかったら聴いてください。今日はありがとうございました。3時25分
日々成長して頑張ろうね、はい、私もそのうち徳野くんの曲は私が歌って、はい、2人でちょっと演奏なんかをしてみたいなというのを今年の抱負にしたいと思いますが、はい、彼の番組のパフォーマンスと一流のお世話様からいろいろ発信していきますので、はい、これからも徳野大輔くんをよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。